勤務先の病院で入院患者から現金十万円を盗んだとして。看護師の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは。青葉区柏木の看護師柴田聡容疑者です。柴田容疑者は今月二十二日から二十五日までの間。勤務する青葉区の病院で。入院患者の男性から現金およそ十万円を盗んだ疑いが持たれています。 現金がなくなったことに気づいた男性の届け出を受けた警察が関係者の聞き取りなどをし柴田容疑者の関与が浮上し逮捕したということです警察の調べに対し柴田容疑者は間違いないと容疑を認めています病院内では他にも現金が盗まれる被害が出ていて警察が余罪を調べています